いや、ただの野良猫。いや、ただのね、野良猫じゃないこういうのは種類違いますよ。他にもなんか今日同じ時に見つかった兄弟がいますけど、こういうのはこいつだけだ。あとは真っ黒か、あとあのしましまだったんですよ。だからただの野良猫だと思うんですけど、毛の色がね。そうですね。この間ね、お客さんのところに行ったら、ワンちゃんがチワワ5匹いるんですけど、はい、親が白と黒なんですよ、はい、生まれてくる子はなんかその血色が強いんですけど茶なんですよ。へえ、なんででしょう。日本でそのやっぱりねあるんですって、その血の中にもやっぱりその色染色体がね あって色の強い方が出るので、あの白と黒混ざるのかなってそうじゃないんですよ、茶になるんですよ。やっちゃう。いい毛なんだね、やっぱり喜ぶんですよ。そうですね、ダンボール、ね、はい、もう一個はい、始めるよ。どうぞ。台っていうか下にちょっと引きますね、はい、これ。あ、はい。アクリルの加工したやつ。はい。一枚貼ったんだ。ありがとうございます。間違えて出社してる人も多いんじゃないですか。ああ、どうでしょうね。そうですね、スケジュール帳の方は赤くなってないですけど、そういうわけでね、サイズでも、ワンちゃん、ワンちゃん、おい、ご飯じゃないよ、それワンだ。はい、ないよ。こんちゃん。どうしようもないよ。なんか危ないかもしれない。あ、狙いました。それで。口ないよ。もう一匹は全然出てこないです。どこに？いない。ないよ。いや、いない。いや、いない、わかんない。わかんない。はい、どっか入っちゃいます。どこ行ったんだろう。いません。うん。ちゃんは大丈夫だけどね。ここに隠れた。おいで、怖くないよ怖くないよ。おい、怖くないよ。ダイヤ、ここに寄っかじゃん。はい、そこに行ってください。ほんちゃんワンダ、ほい、ちょいちょいしないんだよ。おいで。足の匂いが臭くないから、私は。そんなこと。柔軟剤。柔軟剤の匂い。そんな、ね、多分ホースが気になってるだけだと思うんですけど。正反対で2匹が全然ダイヤ、だよ
だよ。怖い？深くないよ。深くないよ。手。怖くない怖くない大丈夫だよ。もうちょっと面白い猫だからね。えダイヤの面白いから見せてあげようよ。ダイヤいった。やっかダメかダメですね。ダメですね。泣いてんのはこっちです。入れちゃったんですよ。ダイヤ、ダイヤくん、うん？怖くないよ。怖くないよダイヤ。怖くないよ。ダイヤ、怖い？ダイヤ、本当に出てこないの。ダイヤ。ダメですね。こっちは不思議。もーちゃんごめん、もうちょっとね。はい、もうちょっとね。つけてもらったよ、浄水、水素水。これペットの飲み水にとかいうのもあるからつけてもらったんだよ、もーちゃん。嬉しい？というかさ、ところでダイヤ、ダイヤ、もう大丈夫よ。あれ？いない。あれ？ダイヤ、ダイヤどこ行った？あれ？ねえ、帰ったのが分かったの？あら？ダイヤ、ダイヤ帰ったの分かってどこか移動した？ん？あれダイヤどこ行っちゃったの？ワンちゃん、ダイヤくん、あれ？ダイヤ、あれいないよ。もーちゃん、ダイヤどこ行ったの？あれれ？あれれ？どこ行った？ダイヤもう大丈夫だよ。あれダイヤさっきまでここ、あ、いた、ちょっとダイヤ、ダイヤそこに入ったの？一生懸命隠れたのか。ダイヤ帰っちゃったよ、おじちゃんねえ、ダイヤもういないって、ダイヤ出ておいで、いないいないいない、大丈夫よ、大丈夫。え
に挟まったの。よかったバンって乗んないでそこに。もうなんや出てきたひょっこり。臆病だね。逃げた。もう大丈夫だよ。ないや。いないいない。おいで。ほら、もういないよ。なんでや、もんちゃん。ねえ、大丈夫だ。おいで。ほら。もうよかったね、ダイヤ。おしっこも我慢してたじゃない。トイレ。ああ、ぐちゃぐちゃにしちゃった。